ティーコファニーは日本のミュージシャンギタリスト。多彩な技巧と数々の特殊奏法を駆使したアコースティックギターによるソロパフォーマンスとそれを中心として構築された楽曲が特徴。ティーコファニーは本名のイニシャル T と不協和音を表す英単語カコフォーニーからもじったもの。幼少期、ロックやポップス、電子音楽からクラシックまで常に音楽が流れる環境で育つ。 10歳を超えるあたりから、自ら新たな音楽を求め、トラットや70年代から80年代のハードロック、そしてちょうどその時期にムーブメントを引き起こしていた、グランジなど、オルタナティブロックを特に好んで、聴くようになる。一方でイドムやエレクトロニカアンビエントなど、バンドサウンドではない音楽にも、興味を持ち、それらが、後の自身の音楽性に、多大な影響を及ぼしたという。 13歳のある日、何年も前に、父親から誕生日プレゼントとして与えられ、その当時は全く興味を示さなかった誇りまみれのエレキギターをクローゼットの裏から偶然見つけ、このまま一生触らないのは申し訳ないと触ったのがギターを始めたきっかけである。14歳より本格的に弾き始め、同時に作曲活動も始める。15歳から18歳までに150を超える。 デモ音源を制作。なお、1998年から2012年までに制作されたデモ音源の一部は現在、彼の公式 YouTube チャンネル上に投稿された動画、The History of t ァニ Cophony S-Music s a m p l e Tracks で聴くことができる。2005年、知人のすすめで公式サイトを立ち上げ、そこで、これまでに制作した自身の楽曲や演奏動画を公開。 翌年の2006年、某世界的 SNS に投稿したアコースティックギター2本を同時に演奏したフレンドラスの動画がきっかけで多くの視聴数を得る。公式サイト上の数々の動画はすぐに海外のユーザーによって YouTube などに投稿され、次第に多くのギターフリークに広まる。それによって現在 YouTube 上には同じ動画でありながら本人が投稿したものより、 かつて別ユーザーが彼の公式サイトからコピーして投稿したものの方が多くの視聴数を得ているといった現象が起きている。自主制作版、ファーストアルバム、エクスペリメンタルアルバムを2006年2月6日にオンラインショッピングにて発売。アコースティックギターによるソロ楽曲が3曲、高校在学時に制作された、エレキギターによる楽曲が3曲、計7曲が収録されている。 なお、同年4月に、アメリカの大手オンラインショップ、CD ベビーからも発売開始。これ以降の作品も、同様に海外版はここから、リリースされている。6月23日にセカンドアルバム、スタボーン・イヤーズ・フォービドゥンをリリース。前作とは一変して、このアルバム以降ドラムやベース、シンセサイザー等、アンサンブルを重視した、アコースティックギター・インストゥルメンタル作品が多数。 発表されている。8月17日、FM ラジオ番組、J-Wave Good Morning 東京にゲストとして生出演し、ダブルネックアコースティックギターを用いて、同アルバムからフレンドラスを演奏。また、同アルバムから彼の人気曲の一つでもある、サイクリングロードがオンエアされた。放送直後、番組内で紹介されたアルバムの注文が殺到するも、 オンデマンド生産だったため、購入者に届くまでに2週間近くかかった。また、通販限定で CD ショップ等での取り扱いがなかったため、インターネットを利用しないリスナーが購入できないといった問題が生じた。8月22日、サイクリングロードのミュージックビデオが公式サイト上に公開される。このビデオは彼の作品の中で唯一、 映像制作会社が制作したものである。これ以降に公開されている動画は監督、編集等すべて本人が手掛けている。このことは公開されているミュージックビデオのクレジットタイトルからも伺える。2007年6月18日にサードアルバム、How to Get Match m o r e n を、これまで同様、オンラインショッピングからリリース。同年7月26日、トゥモローに、 ゲスト出演し、サイクリングロードを生演奏。これまで発売されていたアルバムがすべて通販、限定だったため、反響及び注目を集めるにつれ次第に、商用流通版を求める声が高まり、その要望に応える形で2008年6月11日に、一般流通版、ファーストアルバム、シェアリングザ・エモーションを発表する。このアルバムは、ベスト版的な位置づけがされており、 これまでの自主制作版から人気曲を厳選した構成となっている。リリース時には大手レコード販売店 HMV のヘッドラインニュースにて特集が組まれ、また優先が提供する音楽配信サイト音源ではレコメンド楽曲として同アルバムがピックアップされた。その年の7月20日、図紙海岸で開催の音楽イベント音玉に出演、そして7月25日には サポートメンバーに、前田ジミー、久志、佐野康夫を迎え単独ライブを行っている。ライブを滅多にしない彼の単独ライブともあって、当日は多くのファンが詰めかけた。10月25日楽器フェスティバルに、ヤマハのモニターアーティストとして出演。翌年4月、マイスプイスのトップページでピックアップアーティストとして取り上げられる。2009年5月13日に、一般流通版。 セカンドアルバムとなる UNNOWN c a ー u l a t i o n を発表する。アルバムプロモーションとしてリリース後10時夜にてインストアイベントを行う。同アルバムからメイク UP Your Mind が FM ラジオラジオスパイダーの8月のオープニングテーマに起用される。2010年3月25日再び自主制作版として2009から2002をオンラインショッピングでリリース。 このアルバムより amazon.co.jp でも発売されるようになる。またこのアルバムは全米初流通作品としてアメリカの数千の CD ショップ及びオンラインショッピングからも注文が可能となった。6月18日から YouTube の公式アーティストチャンネルとなりページの仕様が変わる。また YouTube 運営局によるアーティスト専用のプレイリストも公開されている。 2011年10月12日、2009年に一般流通版、セカンドアルバムとしてリリースしていた、アンノーンカルレーションの廃盤に伴い復刻版として、同アルバムにボーナストラックを追加した、アンノーンカルレーションオリジナルをオンラインショッピングにてリリース。自主制作版として2009年のレーベルによる、マスタリングとは異なり本人がすべて手掛けている。11月20日、 日テレ系列、行列のできる法律相談所にゲスト出演し、ダブルネックアコースティックギターを用いて、クローズドの演奏を披露。番組内では、メディア出演オファーを珍しく承諾したことについて、質問を受け、気の迷いと答えている。また、出演時は、ミュージックビデオ等と同様に帽子を深くかぶり、それに対して、番組レギュラー陣から、 男前だから出したら良いのにと勧められるも、終始、顔をほとんど隠した状態で演奏、受け答えを行った。放送翌日の Yahoo Japan 級上昇ワードランキングでは総合で12位、Google 検索ワードランキングでは8位に。また、同日の Amazon.co.jp 音楽、ヒットランキングではアルバム2009から2002と、アンノーンカルレーションオリジナルが1位と2位を、 独占し、iTunes ストアの総合アルバムランキングでも29位にランクインされるなど大きな反響があった。それに伴い番組内で紹介されたアルバム2009から2002の amazon.co.jp での在庫が3週間以上も切れる事態となった。2012年1月30日、昨年のアンノーンカルレーションオリジナルに続き、現在廃盤になっていた全国デビュー作、 シェアリング・ザ・エモーションの復刻版、シェアリング・ザ・エモーションオリジナルをオンラインショッピングでリリース。収録内容が当時のものと多少異なっている。また同時に、最後の24時間をテーマにした初のコンセプトアルバム、ロード・ビフォー・デパーチャーをリリース。この年、a m a z o n CO ・ JP ベストセラー商品ランキングでは数回にわたりこれまでリリースしたアルバムが、 各部門で5位内にランクインされている。公式ホームページ内ニュース参照。2013年1月31日、現実の1週間の流れを1年間に重ねたイメージに仕上げ、字の速さをアルバムコンセプトとしたパッケージリリースとしては、通算8作目となるプレストフォータイムをオンラインショッピングでリリースした。同年7月時点で公式 Facebook ファンページの ライク数は1万人を超える。2009から2002以降アルバムは自主制作で発表していたが、2011年頃よりピックアップ等でンにしていた楽器卸業者オーナーがレーベルを立ち上げるに、ともないそのレーベルから2014年9月3日に通算9作目となるソリタリーウォークを5年ぶりに全国一般流通版としてリリース。それに関連して山の楽器 タワーレコード渋谷店ナンバテインでインストアイベントを行っている。なお、その時のパフォーマンスはソロではなくバックバンドを従いた形式で行われた。2015年2月15日、カナダのロックバンドウォークオフザー,アースが公式、Facebook ページ上でティー・ T、コファーニーを紹介。共有された動画はおよそ2週間で再生回数200万回を突破。2月18日、 米国の音楽雑誌シギターワールドの公式ウェブサイト上でティーコファニーに関する記事と動画が掲載される。その翌日にティーコファニーの公式フェイスブックファンページのライク数が5万人を超える。5月7日、自身のアーティスト活動10周年を記念したドキュメンタリーフィルム It's Me をオンライン上で公開する。同年11月18日、ギターを一切使わず、 プログラミングのみで構成された自身初となるアンビエントアルバムイーゴールテンをリリース。翌年2016年5月20日10周年記念アルバムとして初期のアコースティックギターによる楽曲のリメイクを中心に30曲を収録したセルフタイトルティーコファニーをリリース。インストゥルメンタルアーティストとして幅広いジャンルの音楽要素を取り入れた独自のミュージックセンスを持つ。 中でも彼を最も有名にしたアコースティックギターインストゥルメンタルミュージックにおいては、タッピングや変速チューニング、スクラッチプレイなど特殊奏法を用いたコード演奏を披露している。また、これまでアコースティックギター1本のみでのパフォーマンスに終始し、レコーディングでも打ち込み多重録音等を一切しないアーティストが多い中、積極的にギター以外の音を取り入れ、 特にアンサンブルを重視する姿勢は、幾多のアコースティックギタリストのスタイルとは一線を隠している。そして、ハードロックやテクノ、エレクトロニカ、アンビエントなど、あまりそのジャンルからはイメージされることのなかった音楽要素を楽曲中に融合させ、新たなジャンルを確立させた。曲調は、哀愁感のあるバラードからアコースティックギターが主体でありながら、 時にダブルベースドラムが鳴った激しいものまで多岐にわたる。ちなみに本人は Facebook や YouTube 上で自身の音楽をオルタナティブロックとジャンル表記している。一方でギター自体に関わりはないとも語っており、実際にエレクトロニカテクのドラムンベースやアンビエントを主体としたギターそのものを全く用いない楽曲も複数発表している。また、マイスプイスなどで 精神は安定剤や睡眠薬の服用を公表しており、それに関連した楽曲も発表している。例えば、エーパーソンインザウォーターは精神的に不安定な状態をイメージした曲と表記している。活動に関してはライブを滅多にしないことでも知られている。その理由についてインタビューで多くの人と関わることが面倒臭いからと答えている。自主制作版 一般流通版スタボーンインソムニアック、Z ワークスタボーン2のコンセプトアンノーンカルレーション2009から2002パッケージ版と、同タイトルはこの項目では除外。また、上記以外にも、楽曲単位での配信リリースが存在する。ありがとうございます。